豊原さんがその回答です。そしたらクロスガードの展開をいくつか言っていきますね。クロスガードの展開というよりかはガードに入れた時のこうアクションよくこのクロスガードに入れてどっか持ってどっか持ってってよくやるんですけど、僕の場合はこの時に相手の体をコントロールするところから始めてますね、うん、で、クロスガードに入れた時によく使うのは膝の膝の内側、この内側の部分ですね。ここで相手の体を挟んでます、軽く。こんなに力入れてないです。軽く挟んで、この膝で相手の体を横、縦に動かすように、3D にこう動かすように、一応コントロールしてます。3D クロスガード。そうです。このね。で、なんか相手の体を崩すときにやるのが、相手が何らかのアクションをしようとした瞬間に引っ張ってます。例えば、まあ、こういうクロスガードを入れました。相手がオフェンスをするために瞬間的に重心がちょっと動くようなとき、このときに前に引っ張ってます。うん、でもしくは何らかの、まあ、持ったで、こっからちょっと重心を変えようとしたときに、そうですね、こういうときですね、こういうときにこのストッパーの肘を曲げながら、まあ、ボンとしてですね。なので結構待ってます、僕の場合はですけど。で、待つって言ってもこの硬直しているわけではなくて、重心が動く、何かアクションをする、で0から1に動く瞬間に合わせてポッとすると反応が絶対に反射してくるので、その瞬間に何か技が入るんですね。でこれに例えばクロスカラーグリップを入れていた相手が何らかのアクションをポッと、この時に相手がディフェンスの時に僕はオフェンスの準備を作ってます。例えばクロスカラーグリップを入れた相手が、そうですね、膝を入れようとする、入れようとしてこのアクション、このアクションが始まった時に前に落とします。おっと、ね、反応こうなりますね。でおそらく手が入っているので左手は外に曲げてあげる、バランスを崩す、ね、バランスを崩して相手がディフェンスの意識の時に僕はもうオフェンスの準備に入ってます。エビソさん、ちょっとぼやけちゃってすいません、はい、もうちょっと待ってください。大丈夫です。はい、OK です。なのでここから例えば自分がオフェンスしたいからシャーってやっていくと、相手がディフェンスを完成させるので、セットして、まあ、罠を張ってるイメージですよね。相手が何らかアクションをしようとしてきたら、セット崩れる、崩れたのに僕は次の展開、例えばクロスチョークだったらこのまま、ね、さっきのハイガードだったらアクションを崩して、その瞬間に足を広げて、何らかのアクションを崩しを入れてから次の技を仕掛けています。で、もう分かりやすいようにクロスチョークでいきましょうかね。そのままセットで、相手が何らかのリアクションをしてくる。で、この次まで一応準備してます、押していきますので、そこでハイハードですよね、クロスフィニッシュ、先の佐々木の例で言うと、ここから練習します。なのでガードに入れた時は相手の崩しを入れることしか正直考えてないの、イメージで技をかけています。一緒です。その後の展開、まあ、いろんなクローズガードの技があるんですよ、全段階です、うん、論格締めでタップ取れるんだよ。そうあれ今度だ。はい、じゃあやってみましょう。はい、相手がこう安定してるときにいくら崩しをかけてもダメってことですよね。そうですね。うん、まあ、何らかもう本当に行くぞっていう雰囲気を感じた瞬間に崩した。逆にこれ締め付けはずっとしてる感じですか。締めてない、こんな強く締めてない、強くないけどなんか常に常にこう当たってる感じ、膝で相手の体を動かせるよ、うん、まあ、常に準備はしておくって感じ、準備だけ常に緩いと遊びができちゃって、そう遅れてで、ここにスペースができたら開けたけど、ここにでピタッと寄せて多少伸ばすでしょ、でそして気持ちを落としてあげると勝手に閉まる。おお、足先は下なんですね。すげえ、なるほど。でここにスペースができないね。できる直立を持ってますね。伸ばして、お尻が僕の足の上に乗っちゃってる感じです。伸ばして落としたり。もうこんなイメージ、力全然出てない。で一体化してると相手が何らかのアクションをしたときにちょっと投げる。
隙間がないのをダイレクトに打つんですね。で、これが持っておくと崩してディフェンスしている間に次のアクションまでいける。動いた瞬間に崩すのがこうポイントですよ。動くというよりか動く気配を感じる。気配を、俺もじゃあ呼ばなくていいです。後ろ結構浮いてます。どん、こんな感じですか。は動かせるようにしとく。またちょっと動いたら崩す、こんな感じですか。イメージ的な、相手にこうディフェンスのターンを作らせるっていうコンセプトですね。この相手の方に乗っていくのに何かコツとかありますか。このスペースを埋めるための、まあ、例えばこれからグリップを入れて普通にお尻を上げて足伸ばしてこう最初の段階でグリップを入れて、はい、普通のスカスカの状態だとこのところが、クローズが、もう一回通っちゃう、一回もうここにいる分で全然このまま寄ってくるの結構難しい、中に入って通しちゃダメじゃん、取っちゃっても大丈夫です。なんだったらクローズガードここからロックしてお腹出して、まあこういうふうになることが多いですね。もしくは寄っていく。ここに物の隙がないし、ここに手が入る。ここに隙間を上げてないです。で、こう。で、手を前についてそのまま回っていったりとか、いろんなアタックができる。手を出させる。相手に何かアクションさせるっていうイメージ程度ですね。普通にやるとディフェンスが来るので、その前に一個オフでやらしておいてアタック、かけたりしてますね。腰上げて寄ってくる、もしくはつま先を下ってこるというか、力は入れずに伸ばして足の重心だけでここに気持ちセットしてあげるイメージで、力入れると足すぐ疲れちゃう、はい、力を一切入れてない重心を重力そう、相手が何かしようかな、本当にゼロからの衝動があった瞬間に、なるほど、冒険ですか、ここの隙間を潰すとしてこれだとこう、ここはありすぎるから、やっぱ海老蔵さんは本当になかったですね。俺だいたいこの、これだと甘い。結構オープンガードに行くので、多分遊び方がやりやすいと思います。なるほど。で、それをここを意識するととてもいいと。僕の場合はそうですね。そこに遊びがないので、ちょっと。ほう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 。でも足疲れんの、なんか。この難しいリラックスしながら締める。伸ばして、もうぶら下がってるだけがいいですね。で、気持ち、ここに意識がある。気持ち意識すげえな。ちょっとすみません、ちょっとぼやけちゃって。あ、ごめんなさい。はい、OK。これが難しいです。ちょっと諦めましたね。エビさんもあったらこれすごい。今言われて初めて他の人と違いが分かる。もうないんだよね、確かに。だから立っても、エビさんってニースプリット全然入んないんで、昔から全然それそう思ってて。直立しながら、エビさんはもう何か食らいながら開けるしかない。ここに隙間がないので、手も入らないし、膝も入らない。で、なんかもう終わったらさ、そうです。他の仕事が。この手や。間違いない。これ正面で止まらない。はい。じゃあ。以上です。ありがとうございました。よっしゃ、じゃあ。